けども、はい、まあね、まあ、ナインのファンの方は分かってくれると思いますけども、もう1週始まってますね、毎週水曜日、日本テレビの、25時29分から、こんなのアイドルじゃないというね、ナインの冠番組が始まってるわけなんですけど、見てくれたという方いらっしゃいますか？なんて言ったらいいのかな、コントって言ったらいいのかな、あれね、ちょっとだいぶね、ふざけたことやってるんですよ、みんなが。ちょっと結構頑張って初演技に挑戦してる。いやでも面白いよね、なんかあんなこともやるんだなって俺意外だったもん、見て、ですよね、まあね、まあ、毎週それもありますんでチェックしていただけたらと、はい、そしてですね、今週いろいろテレビ出演情報があるということなんで、まずは25日ですね、その発売当日になりますけども、こちら日本テレビ、ポン出るわけですね、ポンに、はい、ポンに出るらしいんでチェックしていただけたら、そして25日はもちろんそのレギュラーでやっております、冠番組アイドルじゃない女のアイドルじゃないも深夜1時29分からやるということなんで見ていただけたらと思います。さらに、フジテレビの方で先駆け音楽番付、こちらも出るわけですね、はい、はい、こちらも出ていただいて、これもちょっとずっとテレビの前で待っていただいてね、はい、出ますので見ていただけたら、そして1月28日にはこれカウントダウン TV 出るわけですね、はい、ということはもうカメラに向かってやったわけですね、あれカウントダウン TV をご覧の皆さんやりました、これが実はあ、そうなんだ、あ、やべ、なんかちょっと変なことやってほしいわ頑張りましょう、そうだね、それもやってみていただきたいと、そして月刊メロディックス、こちらも出るわけですね、すごいですね、もう今週はもうこちらもうナインをバンバンいろんなことで見れるということになるわけですね、ナインウィークです、ナインウィークということなので、ぜひテレビの方チェックしていただけたらと思います、素晴らしいじゃないですか、はい、ナインウィーク、これで始まるのか、おえちょっと言っていいですか、言っていいですよ、はい、1月30日に放送します、日本テレビさんのしゃべくりズームに出ます、やったー、来週ですね、
人もいるわけじゃない。はい、何してたんだよ。もう何終わりそうな空気出してるけど何やってたのって人いると思うね。ないんですよ。ないんですよ。だからさ、だからもしあれだったらさ、そうですね、もう一回元気に歌って、はい、盛り上がってもらって、はい、みたいなのいかがでしょうか。はい、